どうも、影庵です。今日はですね、えー、続けてきてよかったもの、えー、健康編についてお話ししたいと思います。えー、まずね、近、え、況、ー、報告というか、昨日ですね、えー、空手道場稽古、空手道場稽古の初稽古ですね、今年の初稽古が、えー、始まりました。でしっかりこう稽古させていただきました。えーまあ、ちょっと とまあ、まあ久々に去年の年末会ってるんで久々でもないんですけど結構ね1週間以上空くとねなんか久しぶりやなって今年もよろしくお願いしますという挨拶をしてですねあのー、またこう始めろほんで、えー、年末ね忙しくて来れなかった親子の方もね来ておられててですね良、えー、かったなとほんでまた今年も頑張ってこうやっていこうとで僕は黒帯に近づけるために頑張っていこうかなというふうに思ってるんですが昨日ね先生からなんとこれです。 これわかりますか。これ日本酒ですね。日本酒をいただきました、えー。富田の酒造りなんか書いてますけど、これをいただいてですね。えー、僕はまたこう、えー、美味しくいただこうと。僕はまあお酒好きなことは知っておられるんで、えー、こうやってなんかあればこう。 何回でもらうはるんか何回で使わはったもんでこう僕にいただけるということでありがたく頂戴し美味しくいただこうというふうに思っておりますそれでですね今日のテーマですね、えー、続けてき続けてみてよかったもの参選、えー、健康編ということで、えー、3つ挙げたいと思います1つはですね、えー、15分以上の入浴ということでお風呂ですね、えー、去年のね秋ぐらいかな 秋ぐらいからですね、あのー、お風呂にね、こう15分以上浸かるようにしています。で、15分以上浸かるんですがですね、その、ただね、こうじーっとこうつかってるだけやとなかなか15分経つのも待つっていうのはちょっと大変なんですけども、僕はそこにですね、えー、本を読むようにしております。本ととかか漫画とかですね。でタイマー タイマーちゃんはスマホを入れてですねスマートフホで20分のタイマーをかけてですねで測ってるとほんで15分以上経ったら出,れ出てもいいよという自分の中自分ルールとしてね決めてやっておりますでこの15分以上こう入ることによって本を読めること、えー、1日に絶対に15分以上は読む時間があるということが結構ねこれがね今こう続けてきてこうすごいプラスになっておりますねほんで えー、冬ぐらいからですね15分を20分以上に変えました。で20分以上入ってですねそれをずっと読書にこう当てるんでですね読書の時間がですね だから1週間で140時間ですか140時間以上はこう読むようになるだから2時間20分かなは読むようになってるんで他にも読んだりするんでですね読書時間が増えてですねこれはかなりこう僕にとってはプラスなる、えー、いいインプットになってるということですねほんでまああのー、読書がいいっていう話じゃないですよね15分以上のその入浴がいいということなんですけどもやっぱりそのじわっとね汗をかくことであったりとかですね えー、やっぱり血流が良くなるんですね。こう水圧によってですね、血流が良くなる。えー、それとですね、えー、お風呂に入るということはお湯の中に入るんで浮力、浮力がかかることによってですね、体の負担をこう軽減するちょっと楽な、えー、状態をこう保ってるということとかね、えー、いろんなことがあります。ほんで十五分以上のお風呂、今は20分以上のお風呂を入ってですね、その後に温冷交代シャワーをするんですね。温、えー、かいお湯を、えー、首とか背中あたりにかけて。 でそれを1分ぐらいしてで次冷たい水を、えー、1分ぐらい、えー、背中とかね、えー、首あたりに当てるっていうのをこれを繰り返すということですね。ほんでもう最近はですね、えー、まあいきなりこう冷たい、えー、ちょっとあったかいのが出てですその後冷たい水をかけてもそれで終わっちゃうことが多いんですけどもこれをすることによってですね、えー、自立。<laughs> すみません、えー、自律神経の、ねえー、を整えるということがあるんでですね、えー、御礼交代会社をすると、だから15分以上の入浴、20分以上の入浴をすることで、えー、体にとってこういいこと、良くなるようなことがあって、ですね、それプラス御礼交代会社をすることによって、ですねかなり健康状態、いい状態で、えー、あと、えー、眠りにつくことができるという状態を作っております。 ほんで、えー、二つ目がですね、えー、目を温めるですね目を温めるっていうことを僕も、ま、僕は毎日しておりますで。 具体的にどうやって目を温めるかと言いますと、ですあずきの力というものがあのドラッグストアとかに売ってるんですね。で、えー、そのあずきの力の名誉ですね、首肩用とかいろいろあるんですけど、名誉やと、まあ、700円ぐらいで売ってると思うんで、ですねそれを買って、ですねでレンジで僕は40秒温めて、僕のレンジは40秒ですね、40秒温めて目にこう当てると。 いう時間を作っておりますほんでこれはね、えー、昼ご飯を食べた後にですねこう時間がある時はですね、えー、目に当ててほんで、えー、横になりながらほんでこうラジオを聴くという状態にしております。ほんでこう こうゆったりこう目を温めるとです、ねえー、目の神経がこうゆ緩まるというか、ねえー、そういう状態になってかなりすっきりしますし、えー、昼からのこう動きがまた良くなる昼からの活動がよくなるということでこれは、ね、もう僕はかなりおすすめです。小豆の力、えー、これは、ね、250回使えるらしいので,です、ね、250日使えると僕の場合だと、ね、250日使えるので,です、ね、これはかなりお得かなという,ふうに思います。 やっぱりジョギングこれはですねやっぱかなりこう健康にとって僕はプラスになっておりますまあちょっと足左足首を怪我したりとかね、えー、左膝をちょっと怪我したりとかね痛めたりとかありましたけども、えー、今となってはやっぱ続けてきて良かったなと思っておりますで距離はね今のところ11キロ、えー、先週ですね11キロの距離を走って でこの距離に関してはね人それぞれあるんでね、えー、3キロ以上ぐらいかな。 えー、走ればいいいと思います、うん、だから20分ぐらい走れば十分やと思うんですけども僕はねどんどん距離を伸ばして走る方が面白くなってきてるんで、えー、距離を伸ばして走っておりますほんで走ってる最中も、ね、音楽を聴きながら走ってるんで気持ちが高まるというか高まりながら走ってるとで気分よく走れますで気分よく走ってほんで家に帰ってですね、えー、シャワーをシャワーじゃお風呂に入るともうすっきりする、ね、お風呂また20分以上入るんですけどもそういうことをしている 懂。 いうことでこう健康がどん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 健康力が上がっていくサイクルになってるかなというふうに思いますなんかね、えー、一つでもこうやりたいことがあればやっていただければいいかなと思います、えー、もう一つはもう一回あげますと15分以上の入浴今は僕20分以上ですが15分以上の入浴と目を温める小豆の力で目を温めるそしてジョギングですねこれはジョギングじゃなくてもウォーキングでもね、えー、いいでしょうけどまあまあジョギング走ってね3キロ以上走るとこう体の とってそれを続けていくとねいい状態になるかなというふうに思います。ということで今日はですね、えー、続けてみてよかったもの参戦健康編についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。